俺は小学生でもなければ高校生でもない、ただのロリコン。下着はブルマ派。新年号が気になる今日この頃、スタバで一服をしていると淡いピンク色の匂いに誘われ、気づけば黒ずくめの人たちに囲まれていた。だが目の前にはなんとブルマより興奮するウサギさんがいた。俺はとっさに彼女の拒否行と南のワンダハンに200万円を取り借りて、最終的に自己破産した。小さく立って未成年はダメ絶対。そういえばもうすぐエイプリルフール。自己紹介を。え、自己紹介。自己紹介してほしい。なんて、うさとりみと申します。うさとって呼んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、これ300円。300円。で、さっき見せてどんなのがあった。ハズレでした。ハズレ、ハズレかける5。似顔絵。あ、ほんとや。ただ今、色紙がないから持ち帰り系になっちゃうっていう、大阪遠征に全然向いてないくじです。うさとさんってどこで主にその活動してるんですか。名古屋で活動してます。名古屋のアイドルさん、はい、へえ。もう一人でもやられてると。はい、運営もなく全部フリーのソロでやらせていただいています。あ、ソロでね。この時僕は恋をした。アイドル活動という犯罪と隣り合わせの世界に身を置き、好奇心という3文字の武器を持って無邪気に振る舞う彼女がそこにいた。今日は、白い雪のプリンセスはと、あと夜明けブランニューデイズ宴の3曲でやらせていただきます。感想、いや、推しの卒業の発表とか結婚発表とかでめちゃくちゃ元気なかったんですけど、皆さんがめっちゃね頑張って盛り上がっていただいたことで、ちょっとだいぶ元気取り戻したのでありがとうございました。推しの卒業式、あ、それは泣いたんちゃいますか。泣いた。その YouTube での発表動画を見て電車で泣きながら向かってきました。ズバリ言いましょう。その YouTuber さんは、はい、やだ、ピン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 。ピーかけとく、ピーかけとくわ。ピーかけとくわ。ピーかけとく。うん。あー、わかる。イケメンやもん。いや、確かに俺もやな。そうやな。かっこいいもん。あの、違う、押し。なんか、女のポチ押しちゃうんだけど。多分その人。もしくはアバンティーズか。え？アバンティーズか。そう、アバンティーズ、うん、アバンティーズ知らない。無事で、できましたか。はい、わかりました、はい、いや、これからもね、うさとりみちゃん頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。